チームは大一番に臨みます。すでに昇格を決めていますが、この試合で勝利すればタイトル制覇です。最高の締めくくりを期待しましょう。小林勇気、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。勝ち越しゴール来るか。シュートはディフェンスが止めました。試合はコーナーキックから再開されます。これはひどいシュートになりました。チョン・スンヒョン、シュートを打ってきた。ボールがこぼれました。クリアできるか。前方に運びました。よく見えています。いいパスだ。狙っていった。ここはランゲラクが見事に止めました。素晴らしい足さばきです。離されました。このパスはカットされました。前に前半終了です。未だスコアレスです。前半が終了しています。後半のキックオフ、今度はアントラーズボールです。庄司源、うまく読んだインターセプト。ゴールを狙う。入った。これはナイスシュート。優勝を引き寄せるゴールが生まれました。いい流れですね。ここで試合に動きが出てまいりました。庄司源、レオシルバ、鈴木優馬、キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。これはまずいパスでした。相手に渡ります。グランパスが攻めに出ます。中央にクロス、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。レオシルバがパスをカットする。これはサイドを上がれそうです。いいクロスだ。キーパーに渡りました。絶妙なパスが出ました。クロスを中央に入れた。ここはインターセプト。言い返さないでしょうが、ボールを入れた。イエス、ゴール決まった。見事なパフォーマンスです。リードを広げ、タイトルをより一層引き寄せました。プレッシャーをみじんも感じさせない動きですね。長木亮太、庄司源、ボールが足につきません。ルーズボールだ。相手が寄せてきました。いいカットです。ボールを奪いました。ファーを狙った。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ニアポストにクロスが上がった。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。ここでホイッスル。名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。
さあ、勝利チームの選手たちがピッチに作られた表彰台に集まります。待ちに待ったトロフィーを掲げる時がやってきました。いやー、嬉しそうですね。このトロフィーを頭上に掲げることができるのはわずか1チーム、ほんの一握りの選手たちだけに与えられた、いえ、ほんの一握りの選手たちが勝ち取った権利です。この特別な時間を存分に味わってほしいですね。今日の試合を見に来たサポーターの喜びもひとしおですね。もちろんですよ。見に来たくても見に来られなかった人もいるのですから。ああ、選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターとカップの喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。はい、このカップを手にできたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。そして記念撮影です。大勢のカメラマンを前に王者たちがトロフィーを囲みます。どの選手も本当にいい表情ですね。ゴールを狙う、入った、これはナイスシュート。優勝を引き寄せるゴールが生まれました。いい流れですね。アウェーのサポーターからブーイングはリードして、ボールを入れた、イエース、ゴール決まった。見事なパフォーマンスです。リードを広げタイトルをより一層引き寄せ、いいカットです。ボールを奪いました。ファーを狙った、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、ニアポストにクロスが上がった、キーパーのファインセーブ。